チュニスエアエクスプレスは、チュニジアの首都、チュニスに拠点を置く航空会社である。かつては、チュニインターやセブンエアとしても知られていた。親会社は、チュニスエアであり、就航地はチュニジアだけでなく、イタリアやマルタなどへ就航している。設立当初、チュニスエアエクスプレスは、チュニインターという名称だった。当時は、チュニジア国内で運航する唯一の航空会社で、 国内線に限られていたこともあり、2000年にチュニーンターは国際業務を開始する許可を得た。その後チュニーンターはセブンウェアに改名し、ザインアルアビディーン、ベン・アリー元大統領の妻の親戚が所有。しかし2014年1月14日にベン・アリー元大統領がサウジアラビアに亡命したことで、チュニスエアエクスプレスに改名された。 またチュニスエアエクスプレスは1992年から2008年の間で約600万人もの乗客を運び、2008年だけでも約30万人もの乗客を運んだ。2015年12月、チュニスエアエクスプレスは近い将来、チュニスエアと合併し、より良い収益性を生み出すだろうと発表した。チュニインター時代の ATR72。 セブンウェア時代のボンバルディア CRJ-9002015 年6月時点でのチュニスエアエクスプレスの就航地は以下の通り2016年3月時点でのチュニスエアエクスプレスの保有機材は以下の通り2005年8月6日バーリ発ジェルバ島行きのチュニインター1153便がシチリア海岸から8マイル離れた海に不時着乗員乗客39名のうち16名が 死亡した。原因は ATR-42 が機用の燃料インジケーターを誤って取り付けたことだった。これにより燃料残量が正しく表示されず、パイロットたちが燃料切れに気づくことはなかった。この事故により航空会社はおよそ2年間イタリアで飛行することを禁止された。ウィキメディアコモンズにはトゥ n i サ a e x p r e に関するカテゴリがあります。ありがとうございます。